い、どうもアバンティーズのエイジとサージーとツリメとリクオです。今日はなんとこれからね、はじめ社長がここに来ます。よっしゃー。ってことでね、いつも通りドッキリをしていきましょう。イエイ。まあ今日はね、どんなドッキリをするかというと、空き巣ドッキリです。空き巣ドッキリ。はい。まあ詳しく言いますと、この後ね、すぐ僕たちここの最寄り駅にはじめ社長を迎えに行きます。で、この家をね、完全に空き巣状態にします。そしてまあはじめ社長と僕たちで戻ってきて、あのドアを開けると、この家に覆面をかぶった空き巣がいるというね。まあ一応ここの家主である僕がその強盗にめがけて襲いかかります。立ち向かうわけですね。立ち向かいます。そうすると、なんと覆面の男は手元にあったガラス瓶でね、僕の頭を強く叩きます。まあそれは一応そのまあ偽物な、まあ痛くないやつを使うんですけど、で、そのそして僕が倒れて、はじめ社長はどういう反応をするかっていうね。まあそういう感じのドッキリです。なるほどね。なるほど。ってことでね、まあどうなるかやっていきましょう。じゃあ、はい。ってことで、はじめ社長が最寄り駅に着いたらしいので、今から迎えに行きたいと思います。はい、以上。おお、びっくりした。最初の2秒ぐらいはびっくりした。さすが。